りないんですか？いえ、風魔竜を撃退した栄誉騎士様からすれば、確かに取るに足らないですよね。教えてください。栄誉騎士様は普段どうやって鍛錬しているのでしょうか？採掘ですか？なるほど。腕力だけでなく、鉱石を探す脚力、そして周りの魔物を退治する力。これが栄誉騎士様の訓練の方法だったのですね。試してみます。大丈夫です、任せてください。本当に採掘するのかよ。仕方ないな、近くの採鉱地で練習してみよう。ここにしよう。まずはこの採鉱地を片付けようぜ。採掘の一環なのでしょうか。私にお任せください。この辺りは落石が多いらしいぞ。周りに気をつけろよ。やっ、助けが必要な方がいる。やこの落石、明らかに異常だわ。あ、ベリンダ様。あら、ノエル。それに栄誉騎士も。あの、どこかお怪我は？安心して、私は無事。さっき見回りをした時、ちょうどこの地帯を避けて通ったの。最近この一帯で落石がよく起きてるけど、こんなに異常なのは初めて。何か心当たりはある？ええ、それもそうよね。こんなに大規模な落石、人為的な可能性は低いもの。でも、だとすると厄介ね。この落石の下にあるのは豊富な鉱脈なの。鉱脈？ええ、誰かに頼んで片付けてもらわないと。鉱石がもったいない。鉱石？これらの落石を片付ければ採掘が続けられるのですか？その通りだけど、こんなに大規模な落石、やっぱり騎士団に報告した方が。私にお任せください。一人で解決してみせます。え？落石を直接砕くなんて。気をつけろ。あそこにヒルチャール、岩兜の王がいるぞ。ヒルチャール、岩兜の王。落石が多発してた原因はまさかあれ？今すぐ応援を呼んでくる。見た目は大きいですが、力比べなら負けません。あれを倒せばまた採掘ができるようになりますね。なら私に全てお任せください。さっきは危なかったな。やっと一息つけるわ。で、ノエル？1、2、3、4。修行目標がまだこんなに。まさかまだ敵がいたのか。
掃除完了。あなたたち無事？ノエルも大丈夫？はい、大丈夫です。強いて言うなら普段やっている掃除仕事より少々肩が疲れたかもしれません。すみません、普段あまり無理しないように言っているけど、気づいたら毎回一人で騎士団の掃除を終わらせてて。それは騎士団メイドがやるべきことですので。本物のセピロス騎士になるためにはどんな修行も怠るわけにはいきません。英雄騎士様、私今回は採掘の修行をちゃんとやり遂げられたでしょうか？本当ですか？あなた様がご指導する修行をやり遂げられたなんて、私にとってすごく有意義なことです。では次も一緒に採掘しましょう、先輩。